身代わり婚約者なのに銀狼陛下がどうしても話してくれません。すごい人ですね。サイラスに今年は特別に人手が多いとは聞いていたが、想像以上だな。あっちでショーしてるって。行ってみようぜ。ありがとうございます。気をつけろ。恋愛小説で読んだ恋人同士のデートみたい。今日はルプス建国祭にやってきました。庶民スタイルの護衛の方もいるみたいで少し気が引けます。フリッツ、絶対にアイリ様をお守りなさいよ。よろしくお願いしますね。心配だ。フリッツさんは親しみやすそうな人だったな。皆さんにお土産も買わなくちゃ。あ、雪玉。ん？雪玉？はあ、はい、このお菓子のことです。よく似たものは味見させてもらったことがあるんですが。うまいのか？お祭りの屋台で売っているのは一度も食べたことがなくて。雪玉は庶民の駄菓子、貴族の茶会に持参するにはふさわしくないとされていて、作ってみたことなかったな。細長く伸ばした生地をくるくると丸めて揚げたもの。お祝いの日に食べます。妹や弟に食べさせるお菓子は貴族の茶会用の試作品だったし。なるほど、これもお前の初めてか。俺も初めてだ。全種類もらおうか。全？毎度。どれにする？ではこれを。食べてみろ。いただきます。少しお行儀が悪いけど、今は王陛下でもなければその婚約者の伯爵令嬢でもない。へい、こっちも美味しいです。そうか、俺もうまいとは思うんだがな。アイリが作る菓子の方がうまいなんていうのはこういう場では野暮なんだろうな。うん、今言ったことは忘れてくれ。うまい、うまい。かわいい。宮廷では見せない私だけが知ってる表情。どうした？お前もそう思ったか？ごめんなさい、なんだか楽しくって。そうか、楽しいか。はい、俺もだよ。楽しいな。待って返して。何事ですか？降りてこい。大丈夫？そう泣くな。すぐに取り戻してやる。あ、
れは私服の騎士の方。あ、公衆の面前で一国の王にいたずら小猿を捕まえさせるなんて、ぼんやり見過ごしたら大変なことになるわ。待ってください。ん？私がやってみますので。アイリがあれを捕まえるというのか。いえ、捕まえるのではなくて、ちょっとあの子とお話ししてみます。話？あの猿と？お猿さん、聞いてちょうだい。その帽子がなくて女の子が悲しんでいるわ。お願いよ、降りてきて返してあげて。ええ、素敵な帽子よね。この子もその帽子をとても気に入っているのよ。だからこんなに悲しそうなの。お願いだから返してあげて。いい子ね、ありがとう。あ、飼い主さん、このお猿さんとっても反省しているみたい。どうか怒らないであげてください。あなたも許してあげてね。この帽子があんまり素敵で思わず取ってしまったみたいなの。アイリ、行くぞ。すごいなアイリー、お前は犬や馬だけではなく猿まで手なずけてしまうのか。手なずけているわけではないと思うんですが、なぜか動物に懐かれやすいというか、話を聞いてもらえるというか。本当に動物と話ができるのか。あの、すみません、気のせいかもしれないので。この話をするとまた頭のおかしい娘だと思われるかも。物心つく前に両親を失って、義理の両親にこき使われておかしくなってしまったんだわ。気のせいなものか。さっきの猿はどう見てもお前の話を聞いていた。聖典には月の聖女は様々な力を持ったと記されていたが、お前の力をいろいろなことに生かすことができれば、それはきっとお前のためになるはずだ。例えば乗馬も本格的にやってみるか。馬を自在に操れるなど、考えただけでも胸が躍る。きっと騎士団の連中はお前に焦がれることだろう。俺も心底羨ましい。気味が悪くないのかしら。疑うこともされないなんて。あの、ギルハルト、ありがとうございます。礼を言われるようなことをしたか。はい、いつも私の話を真剣に聞いてくださって。夫が妻の話を聞くのは当然だろ。あの、ギルハルトの話も聞かせてください。ギルハルトは
私の旦那様ですから。ああ。